ポッター、三笘はもう少しベルギーに残す。トニーブルーム、いや戻すぞ。めちゃくちゃ運よくね。三笘は実力もすごいが運もめちゃくちゃ手繰り寄せてる感じする。ポッターの計画に反しブルームの指示でベルギーから戻ってきたし、すぐ能力を見抜く監督に変わるし。これな、自分もソース探してみたんだけど、サンジロワーズの CEO はベルギーに残したかったが、オーナーがブライトンに戻すと言った、という記事しか見つけられなかったのよ。どこかで、サンジロワーズの CEO、ブライトンの監督に置き換わった可能性がありそうと思ってる。ポッターはもう少し見るつもりだったがオーナーがハットトリックを見て帰還指示っていう内容の日本語記事は見た記憶はあるんだがソースも探してみたけど見つかんないな。三笘が運を手繰り寄せてるというのは完全同意。この男はマジで持ってる。ほんと天は自ら助け来る者を助け下だと思う。もともと計画上問題ないタイミングでないと売らないってサセックスかなんかの副会長のインタビューあったからどの道売るつもりじゃなかったと思ってる。三笘も後釜がしっかり仕事してくれる見込みが立たないと手放さないはず。ベルギーにもう1シーズンうんぬんってソースどこにもないだろう。もともとビザの問題でベルギー行ったんでないの？その問題が解決できれば普通に戻るんだと。育成状況によっては戻れない選手もブライトン大勢抱えてるから普通に戻るはないけどね。まあジロワーズとしては戻さないでくれと思ってただろう。でも労働許可証の問題なければベルギーレンタルはなくて、1年目からプレミアでやってたと思う。いきなりプレミアだと適応大変だったと思うが。トニーブルームのコメント。彼の成長の一環として、ヨーロッパのサッカーに慣れてもらい、異なる環境で自分を試してもらうため、まずはサンジロワーズにレンタルすることにした、とベルギー行きの経緯に触れ、彼は以前から注目していた選手。来年の成長を楽しみにしているし、ベルギーでの滞在中も注意深く見守っていきたいと思う、と期待を込めた。実際、ベルギーまで見に来てくれてるんだよねオーナー。こういう愛のあるオーナーのクラブを選んだところがさすがだと思う。